これからアクションチェックリストの説明をします。これは松戸市側のクラスターを再度発生させないという強い思いから作成したものです。松戸市が高齢者介護施設における感染拡大の課題をまとめてくださり、厚生労働省の通達並びに高齢者施設クラスターからの課題をもとにチェックする項目を選定しました。通常のチェックリストはどうしても監査目的で使用されているイメージがあり、できているできてないのチェックに、特にできている項目は満足して終了してしまいます。またできていない項目は何か悪いことをしているような気にもなり、できていないので改善まで時間と労力を要することがあると思います。このアクションチェックリストは、高齢者施設において新型コロナウイルス感染症対策を進める上での対策を強化することのために、自主的に取り組む際の優先項目を見える化したものです。言葉も、提案する、提案しない、提案する場合は優先するという項目にチェックをつけていきます。また、工夫点として、施設管理者、感染対策担当者用、スタッフ用に分けて項目を出しております。まず、それぞれ管理者用、スタッフ用を個々でチェックをします。その後、お互いにチェックした項目を共有し、あなたの職場で実行可能な対策について話し合います。すでに行われている項目は、さらに強化するにはどうすればいいのか。できていない項目は優先順位を決めて、今日からできる具体的な方法を決めていきます。その際に、特に優先するにチェックした項目を中心に、できることから対策に取り組んでください。実際にこのチェックリストを松戸市内の協力施設に実施してもらいました。その結果、管理者とスタッフでは、感染対策の考えにズレがあったということも分かりました。感染対策の難しさは、施設の一人一人が対策を 100% 行わないと感染が拡大してしまうことです。このような考えのズレに気づき、どのように改善していくかが大切となります。ぜひアクションチェックリストを活用して、平時の対策を強化してください。なお、このチェックリストは、このように、英語バージョンにもしております。施設内に外国人就労者の方がおられましたら、項目出しは同じになっておりますので、ぜひご活用ください。なお、このチェックリストを活用してくださり、その効果を評価してくださる施設を募集しております。詳細は松戸市ホームページをご参照ください。以上でチェックリストの説明を終わります。